皆さんこんこににちは受験生の皆さんへのへメッセージ26段になりまますすね少ししだけお話をします菅内閣が発足しましたが、まあ、ちょっと、ね、今、裁判の準備だとかまた抗議、歩行だとか立て込んでてちょっと時間がなくてあんまり分析できてないんですねですからちょっと昨日聞いたこと今日はあんまり言えないな感じなんですがただ、これもよく言われていることですけどあの顔ぶれのところで女性があまりも少なすぎというところは。 えーまあ、ありますよね、まあ、年寄りばっかりじゃないのとか派閥均衡だとかいろんなこと言われますけれどもやはり、そのジェンダーバランスというものはそろそろ本気で日本ももうちょっと考えないと特に女性活躍だとかそんなことを安倍政権は言ってきたわけですよね実際には、まあ、ちょっと後退しちゃったなというところで言います。でですからららそのの安倍政権掲げてててきたこことととを菅内閣としし、えー、さらに推進いいくんだということであるのならば やはりこのジェンダーバランスを何とかするというところ、もうちょっと一歩踏み込んだ形で考えて実践してほしかったなという気はします。まあ、特にその閣僚の割合なんていうのは G7 の参加国の中でも最低だと言われていますし、まあ、実際にはどうだったかな、世界だと113位だったかな。えー、まあ結構 ね、この女性閣僚の数みたいなものというのは、まあ、いろいろバランスあるのでフランスが世界で10位かなカナダ11ドイツ26イタリア35イギリス49アメリカ104なんですね。 そして日本は113、まあ、アメリカとあんまり変わらないななんて感じですがアメリカが17.5%日本が15.8%などありますけれどもこれ、まあ、今までのところも含めてということですですから今回というよりは今回もっと下がっちゃっている感じではあるんですが、うんま、とにかく世界の中でも、えー、管理職だとか、まあ、閣僚だとかそういったところでも女性の割合、まあ、今は、ね、男性女性なんていうことで区別するような話じゃないけれども、まあ、それでもね やっぱりちょっとこれはどうなんだそろそろそういう意味ではアファーマティブアクションだとかクォーター制だとかある程度、積極的に考える時期に来ているのかなというふうにも思います。まあ、アファーマティブアクションクォーター制などについてはいろいろ逆差別だとかねいろんな批判もあるところではありますがまあ憲法で勉強するとおりまあ,ある意味では一歩前へ進めるためにはそういったある程度の積極的な政策が必要な場面というのもあるんじゃないかなと思うんですね。で特に法律家の世界では まだね、他の分野よりも、経営者だとか、政治家だとか、より、まだマシかなとは思うんですが、それでも。まだまだ少ないと思います。弁護士裁判官、検察官でも、大体2割前後ぐらいでしょうかね。まあ、いつも言うように、世界では、もう女性の法律家の方が多いよ、なんていうこと。ところは、山ほどあるわけですから、うん。裁判官の数にせよ、ロースクルールの学生にせよ。うん、もう、企業の法務部のトップ。で。あるにせよ。女性がそうい。 だな,なんて国はもうせがり山ほどありますですから、もっともっと日本でも女性の法律家、頑張ってほしいなあというふうには思うんですね、政治家、閣僚はね、そもそも国会議員の数があまりにも女性少なすぎるよね。 だからこそ民間から閣僚に入るというももっと積極的に女性とかいろいろ多様性それを重視した形で入れればいいのにと思いますが法律家の世界では試験を通っていかなくちゃいけませんからその試験制度のところでね何かアファーマティブアクションみたいなので言われ方を吐かせるみたいなことがいいかどうかはちょっとこれかなり議論の余地があるところかなと思います。 ですが司法書士、まあ、だいぶ女性増えてきたかなと思います行政書士もだいぶ増えてきたかなとは思うんですがまだまだ少ないし、もっともっとね弁護士、裁判官、検察官、司法書士行政書士そして公務員のところに女性というかな性の多様性がそこにも反映されるようにう、まあ、私たちももっともっと一生懸命応援していきたいなというふうには思っています。 何か、ね、特別な制度を我々が設けられるわけじゃないですけれどもぜひ頑張って法律家になってよ行政書士、司法書士そして公務員弁護士裁判官になってということの一生懸命 PR をしたりだとかそれをもっともっとしていかなければいけないなという,ふうにも思ったりしますさて司法試験の担当の通知合格の通知が来たかなと思います。 ほっとしたよという方も、ね、一応発表されている数字で超えているかなと思っていてもやっぱり数字が来ないと、ねえー、基準を超えましたという数字が来ないとちょっと心配だったという方もいらっしゃるかなと思いますが、まあ、担当クリアできたうんもうほっとしてよかったなと思いますが、まあ、論文のところがまだまだ分かりませんよね、論文自身がありますという方もいらっしゃるかなとは思うんですがでもやっぱり、ね、万が一のこともありますから論文についても何も法律をやらない。 でちょっと離れちゃうぞというのはやっぱり危険かなと思いますというのは読まれことか来年の小試験5月ですよねそうすると発表があってそしてまたすぐもう次の来年の試験になりますから発表待ってたんじゃもう間に合わないよということはもう明らかじゃないですかですから論文、まあ、確実に絶対大丈夫だという方はまた別にしてもそうじゃない方はあの依然ですよね 研修所に行った、司法試験合格した後でもやっぱり法律の基礎基本は重要ですから少なくとも何か勉強する、本を読むなり、答案を書くなりの訓練はしておいた方がいいなと、ですから普通はやっぱり答案を書くという訓練はぜひしておいてほしいなと思います、で合格したら、あ良よかったねで、決してそれは無駄にはならないからということです。また予備試験 の担当を受かった方はもう今、ね、論文直前でもう必死で頑張っていると思いますからその勢いでぜひ頑張りましょう予備、えー、の論文終わった後ここは次の司法試験に向けてすぐにスタート切ってほしいんですねそこはまたちゃんといろんなプランも提供しますから安心してください論文終わった後司法試験どうしようかなその不安は今、抱えていても仕方ないですからそこはちゃんと私たちが提案しますから。 今は安心して予備の論文に向かっってて全力で頑張ってほしいいなと思います予備試験で担当残念だったという方は、まあ、この前ちょっと you で、ね、YouTube でいろいろ対談もやったりし秋島先生と対談をやったりもしましたしぜひ担当を大量、ね、にも合格するんだとコツコツ基礎固めをしてほしいなと思いますそして何よりも司法書士の受験生の皆さんあと1週間になりましたよ。 もうちょっと一週間前でね本当に不安だという方もいらっしゃるかなと思います。ま,あ、まさに一日のね勝負ですから、えー、そこでもうねこの前の YouTube なの講師寄りの講師の、えー、お話のところも、えー、ね。 いいろんなな話ががあったかなと思いますがぜひ自分の中で取り込めるところそしてこの1週間前ですからあまり欲張らないことが大切かなと思いますまた直前の前日の過ごし方とか、ね、そういう部分のところも人それぞれみんな違いますからあまり何かこの人の真似をするとか、ね、講師が言ったからこうだじゃなくて自分が一番心地よい過ごし方それをぜひ、えーまあ、頑張って、ね、過ごしていただければなと思うんですね。で直前期はももう日つりで 貪欲に一日1点でも、ね、稼いでいくんだぐらいのつもりでちょっと頑張って、えー、そしてできれば本試験と同じようなシミュレーションをちょっとずつするで直前のところでは何時に起きて何をしてなんてところも本試験と同じような過ごし方をちょっとやってみるということも重要かなと思います初めての試験の方は試験会場までの交通機関だとかそんなところも含めてしっかり準備をしておきましょうということです。あとはもう試験当日 もう逃げも隠れもできない、本試験、もうそれはその瞬間もうとにかくその瞬間を頑張るしかありませんああ、すればよかったななんていうことを振り返っても仕方ないしそれから受かるかどうかなんて将来の未来のことを考えても仕方がありません今しかないですからね、過去も未来もありません、今しかないんだからその試験の当日、その瞬間瞬間もぜひ全力で向き合って頑張ってほしいなと思いますそしてもうしつこいようなんですが絶対諦めないこと。 午前中のところであ失敗したななんてあってもしっかり気持ち切り替えて引きずらないようにして、えー、午後に備える、うん、そうやって絶対に諦めないこと問題と解いてる途中でねあちょっとダメだめだ難しい失敗したなんてことを頭よぎるかもしれませんでもそこが勝負ですからね本当にもうだめだと思ってからが勝負ですからもう限界からの挑戦じゃないですけどね,ねそういう意味では絶対諦めないそこだけはぜひ約束をしてほしいなというふうに思います。 で本試験が終わった後なんですが10月3日かなのところであの本試験の問題分析会、まあ、毎年やっているものです、今年はこういう状況ですから YouTube ライブでチャットでの質問も含めながら実施しますのでぜひ10月3日、14時から。 あーですねえー、こ YouTube ライブでの本試験問題分析機会そこにぜひ参加してチャットで、ね、質問とかしていただければなと思いますそれから、視書士のところでは試験後ほぼ1か月ぐらい講師によるカウンセリングそれをずいぶん入れているはずですですからちょっと勉強の仕方とか迷っちゃったとかいろんなことがあれば試験後講師によるカウンセリングの機会も受けますからぜひそれも利用していただければなと思います。 そんなことで試験の後はまたそれはそれでやることがありますから当日に向けてうまくコンディションを整えピークをその日27日のピークをそこに持っていくそしてそれまで体調管理も含めながら日々を淡々とかつ思いは熱く頑張ってほしいなというふうには思います行政書士の皆さんたちはこの前公開模試終わりましたよねあの公開模試でシミュレーションいろんな訓練ができたかなと思いますが ちょっとねもし初めて受けたというので思ったほど点数取れなかったよという方も中にはいらっしゃるかもしれません、えー、公開模擬試験というのは言うまでもないことですがその時点での実力を図るものではありませんですからできたとかできないとかそんなこと関係ないですからあのお公開模擬試験模試によってシミュレーションしてみて自分の弱点を見つけるでどういう優先順位をつけていわ、えーまあ、ば復習をきちっとしたらいいのかそこの手がかりにする。 自分の弱点を見つけるのがあ,あいった公開模試の目的ですからねなんか自分全然点数を取れなかったななんていう抽象的な点数で点数でがっくりきても何の意味もないですからそこは冷静に仮に点数が悪くても良くても自分にとっての弱いところはどこなんだそれを冷静に見つけ出すその素材として使ってくださいそういう意味では9月20日だったかな14時から森博講師によるイベントがあります 公開模擬試験10倍活用法というねそんな YouTube ライブのイベント9月20日の日曜日ですから14時から実施しますのでぜひこれも聞いて参考にしていただければなと思います公開模試というのはその受けた後そこから何を得て学んで次の自分の勉強に生かすかここがポイントですからねなのでぜひこの9月20日の14時からのライブイベントこれもお視聴していただければなというふうには思います とということで、まあ、公務員の、ね、試験の皆さんたちも本当にまだまだいろいろ不安の中かもしれませんが負けずに頑張ってほしいなというふうには思っています、えーまあ、この時期、また、ね、東京都、どうなんですかね、コロナは実効再生産数が1を超えているというじゃないですかですから感染が広がっている状況ですよね。 これどうなのかそれで東京なんかコロナ解禁だよということで、まあ、いい面もあれば本当にアクセルとブレーキより両方じゃないのということですがその方針をもう少し、ね、かなり明確に出してもらいたいなと思いますがここはもう人頼みではありません、皆さん、私たちが一人一人が本当に自分の身は自分で守るそして、人に感染させないようにきちっと注意を払うということそこはやっぱり油断しちゃいけないんだろうなと思います。これかからまた冬にかけて インフルエンザーとの関係だとかでねいろんなまた問題が起こるかなと思うんですが今そういったことに負けずにもう、ね、本当に半年以上ずっと同じことを言い置けているんですがきっとねここは油断しないで、えー、淡々とやるべきことをやって過ごしていって、えー、いただければなといいううふうに思いますあと1週間、本当に頑張りましょう試験直前の方は負けずにぜひ気持ちの上で、ね、絶対負けないそこだけはぜひ約束していただきたいなというふうふに思います。 それではまた一週間頑張ってください今日はここまでにしますお疲れ様